ギター研究会へようこそ。今日からですね、しばらく、最近僕が普通に、弾いているチューニングになっておりますオープン G チューニングについて、いろいろとご紹介してみようかなと思います。で、今この状態でこれはノーマルチューニングになってるんですけども、レギュラーチューニングですかね。6弦がミ、イで、ラで、エ、レで、ディ、ソで、ジ、2弦がシで、ビ、1弦がイという、このパターンですね。で、オープン G チューニングっていうのは、まあ、この、制覇をしないで、開放弦を使ったコードを、まあ、オープンコードと呼んだりしますけれども、オープン G チューニングは本当に、このままの状態で、G のコードになっているっていう、そんなチューニングの仕方なんですね。ちょっとそれをやってみます。まず、この1弦と5弦、6弦を変えるんですね。1弦、5弦、6弦を変えます。まず5弦を、今、ラですけれども、これをソまで下げます。G まで。そして6弦を今ミ、イですけど、これを D まで下げます。そして1弦も同じく今 E ですけれども、これを D まで この5弦の G、 3弦の G、 これがオクターブになりますね。そして4弦の D と6弦も D ですから、これもオクターブです。4弦、6弦がオクターブ、3弦、5弦がオクターブですね。そして2弦が B のままです。ちょっと今チューニングを下げたんで、このネックの状態が変わって少しチューニングがずれてますので、2弦も合わせます。そして1弦、1弦もこの4弦の D のオクターブ違いですね。ですから1弦と4弦と6弦が D の音です。同じ音が3つあります。それから5弦と3弦が G の音、そして2弦だけが B の音になります。 C の音どうですか。今何も押さえずに弾いて、G のコードになっています。G の3コードをじゃここでやってみましょうね。まず5フレットを押さえると C になります。そして5フレットが C、 7フレットが D になります。ですから G の3コード C、G、D、G、C、G、D、G という感じで演奏ができちゃうんですね。ですから指一本でひとまずは演奏ができる。オープン G、 もう一度下からチューニングを言いますと、6弦が D です。5弦が G、 4弦が D、 3弦が G、 2弦が B、 1弦が D です。そして何も押さえないで弾くと G、 5フレットを弾くと C、 7フレットを弾くと D になります。これはちょっと邪道な話ですが、普通のチューニングでなかなか弾けないなっていう人、試しにこのチューニングにして、まあ簡単にこう音コード自体は出ますので、やってみるのもありかなと思います。今日はまずオープン G のチューニングについてやってみました。ギター研究会いかがだったでしょうか。興味のある方はぜひチャンネル登録をして応援していただければ嬉しいです。ありがとうございました。